皆さんこんにちは。新式4ボイスでプロファイリング、今日は7月の23日、時刻は4時を回っています。フリーアナウンサーの原弥生がお届けしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、もうね、早いものでもうすぐ7月も終わりというそんな時を迎えていますが、まだまだ暑い日々が続いています。皆さん体調管理はいかがでしょうか。今日はですね、そんな中で、ベビーマッサージの講師をしてらっしゃいます園田美穂さんをスタジオにお迎えしております。もうお子さんとね、常に接してらっしゃる方なんですね。今日はどんなお話が出てくるんでしょうか。楽しみにしております。美穂さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ではね、美穂さんをご紹介しました動画がありますので、まずはこちらをご覧いただきましょう。どうぞ。園田美穂さん、今日はお越しいただいてありがとうございます。ね、今の動画ゲスト紹介ということで、ね、流させていただいたんですけど、何いっぱい肩書きがえ、ねえ、はい、すごい大活躍ですね。でももともとは保育士なさってたんですよね、はい、15年くらいね、はい、保育士です。はい、でそして今主にやってらっしゃるのが、先ほどご紹介しましたように、ベビーマッサージの講師をしていらっしゃる、はい、ということなんですね。で、私その今ね、動画で出てきた中で気になったのが、何、聴診セラピストです。セラピスト、はい、腸の心。お、はい、そうです。腸にも心があるんですね。脳と腸はつながっています。わお、はい、まあ、確かにね、赤ちゃんってこう生まれる時の前に、うん、一番最初に腸から出来上がってくるんですよね、人間ってね、はい、私心臓とか脳が先かと思ったら、実は腸から生まれてくる。 でもその時からすでに赤ちゃんって心を持ってるんですか、はい、腸。そうですね、すごい、はい、一番最初にできます。で、心も最初にもうそこでできちゃうんです、はい、例えばどんな心、どんな心赤ちゃんの心ですか突然の質問、突然の質問、ね、どんな心から出来上がっていくのかしらって興味津々ですよね、皆さんね、はい、ね、池川明先生、体内記憶の、はいはいはい、存じ上げてます。明先生がもおっしゃっていますが、はいはい、生まれる前から決めて、うん、どんなお母さんのもとに生まれようかなって決めて生まれてくると言われておりますので、はい、ですよね、はい、新式の方で毎月ね、第2の木曜日に SLPA 会議というね、そういう食事会を行われて、いつか、はい、2ヶ月ぐらい前でしたね、池川明先生のゲストでお越しいただいたんですけれども、ね、もう体内記憶です、超有名な先生、本ももの100冊以上も出されてますしね、素晴らしい方の先生、はいね、やっぱりちゃんともう生まれる時にもお母さんを選んでいると。で、私たちのお仲間のね、ある女性の方も、はい、自分がどのお母さんのところに入ろうかなって選んでいる自分の記憶もあるとおっしゃってましたからね、はい、もう感情を持ってるんですね。そうだと思います。ということは、はい、赤ちゃんに選ばれてるわけじゃないですか、親って、はいね、すごいですねそのセラピストのお仕事もやってらっしゃる、はい、具体的にどんなことをなさるんですか。助産院で、うん、親子教室っていうのをやってるんですけれども、はい、その時にお母さんの癒しとして、はい、今お母さんどんな気持ちが腸に宿ってるかなっていうのを読み解きしています、うん、お母さんね。はい、お母さんです。はい、それも読み解きされている、はい、すごいですね。この新式ってね、ライフプロファイリングということでね、自分の魂にプログラミングされたものが数値化、はい、言語化されている、それがあるんですけど、すごい美穂さん、その腸から読み解いちゃう、うん、はい、
すごい読み解きます。私声から読み解いてる。そうですね。すごいね。で今主にやってらっしゃるのはそのベビーマッサージの講師、はい、ベビーマッサージしていま す, ですよ、ね、そちらは具体的にどんなお仕事なんですか。そちらはお母さんと子供と、うん、お母さんがベビー赤ちゃん自分の赤ちゃんにベビーマッサージをすることによって、はい、お母さんからは、幸せホルモンのオキシトシンっていうのが分泌されますし、ほうほうほう、はい、赤ちゃんは赤ちゃんで大好きなお母さんから裸になって全身オイルでこう触れてもらうので、ほうほうほう、はい、とても気持ちよさそうな表情をしております、そのオイルっていうのは香りもついてるんですか。赤ちゃんに使うものなので、うんうん、香りはついてないんですけれども、はい、天然 100% の植物油を使ってマッサージをしております、はい、で、はい、私が赤ちゃんにマッサージをするんではなくて、うん、お母さんたちにマッサージのやり方を教えてあげる、うん、ああ、だから講師なんですね、はい、講師なんです。はい、こういう時はこう例えばどういうところを気をつけて講師されるんですか。そうですね、このお母さんたちはどうしても私はベビーマッサージを習いに来てるっていう頭で来る方多いので、はい、もうそうではなくって、うん、今日は赤ちゃん中心で、うん、主義とかにこだわらずに、うん、楽しく参加できたらいいなと思っているので、うん、マッサージ中にはどう小さい頃に歌った童謡を入れていたり、うんうんうん、あとはバラベ歌などを取り入れて、はい、お母さんも一緒に楽しんで行える教室作りを心がけています。素敵です。はい、だってね、赤ちゃんも生まれてからで、そしてあ日本語という感じでね、はい、言葉を覚えていくわけで、うん、まあ、日本語英語フランス語の区別はないように、はい、周りの方からのね言葉順番に覚えていくんですけど、はい、実はお腹の中でもちゃんとお母さんとコミュニケーションを取ってるって言いますよね、聞いています、ね、ちゃんと会話も出してる、はい、生まれてくるとおぎゃーって言いますが、もうすでにそこに赤ちゃんの声もね、私リーディングするとちゃんと会話してますよね。そうなんです ね、はい、そうなんです。だからお腹空いたんじゃない、うん、いやでもまだ30分前にミルクあげたばかり、うん、いやでもきっとお腹よとかね、うん、はい、うん、眠いみたい、抱っこしてって言ってる、うん、赤ちゃんに聞いてみると池川先生もおっしゃってましたけれども、はい、ちゃんと会話をメッセージ送ってるし、うん、会話してるってね、ですものね。それもスキンシップをしながらって、はい、とね、赤ちゃん泣いちゃう子も笑ってる子もいろいろいます。います、います、マッサージ、はい、でもこれ嫌だから泣いてるんじゃないでしょ、コミュニケーションですよね。はい、例えばどういう時にどんな感じで指導、今泣いてるんじゃなくって、はい、こんな会話してるのよとか何かこう言ってあげたりするんですか、美穂先生としては、講師の美穂先生としては。もう赤ちゃんの、うん、もういろんな月齢の子が集まるので、うん、はい、もうもちろんいろいろ生活リズムも違うので、うんうん、はい、もう赤ちゃん中心に進めていき言ってくださいねってお母さんには話しています、うん、なるほどね、はい、でも声ってこの本当にその方がどんどん出ているんですね。歌であろうと言葉であろうと、そして言葉も言葉通りの意味が声に乗っているかどうかっていうとまた別なんですよね、はい、だから赤ちゃんってきっと声聞いてるんですよね、言葉を覚える前だから、はい、はい、で、不思議なことに、うん、なんていうのかな、こう泣いちゃってたりしても、うんうん、わらべ歌だったり、はい、童謡だったりを歌うと、うん、はい、もうピタッと泣き止んで、あ、今の何みたいな感じの表情が変わるんです。あ、そう、そうなんです。もうそれは言葉とかよりも、はい、お母さんの声の波動の中に感じているお母さんからママからの愛であったりとかね、はい、なんかそういうのもそこで声で音で会話してるのかもしれないですよね、うん、はい、へ、ね、たまにこう私結構大きい声で歌ったりするので、うんうん、赤ちゃんたちが、はい、私の方を見てて、はい、お母さんが今こっちよみたいな時もあるんですけど全然わかり見ないでって言われる時もあります。美穂先生のね声もすごいエネルギーもあったり波動も高い声でねらっしゃるでしょうけどね。へ、また、はい、なぜ美穂先生はそのベビーマッサージの講師になろうって思ったんですか。はい、うん、最初は私は小さかった頃の夢を叶えて保育士をしておりました、うん、ああ15年間、はい、15年間保育士をしてる中の10年間が、うん、なんとなんと乳児クラスの担任だったんです、はい、乳児クラスというともう生まれて
0歳児から1歳児が多かったです。時々2歳児もやりましたけれども、本当になぜか0歳児クラス1歳児クラスが多くて、はい、その中でこの子はちょっとスキンシップ足りてるかなとか、この子はちょっと足りてないかな、噛んじゃうこと多いよねみたいな子も、いろんな家庭のいろんな子、はい、親子を見てきました。でその中で私自身も出産して、うんうん、私自身もベビーマッサージ教室に通ってたんです。あ、そうだったんですか。はい、で通っている時にこれは、はい、あの、うん、とっても楽しかったので、はいはい、うん、もう楽しむのがもう何よりだと思っているので、うん、はい、自分もやってて楽しかったし、はい、これはスキンシップを取るのにとてもいいものだなと思ったので、うん、自分も講師になって、はい、自分の経験から楽しさをお母さんたちに伝えています、はい、あ、そうだったんですね、はい、でベビーマッサージ講師になろうと思われた美穂さん、はい、で実際やってみてどうでした。なってみて、うん、最初の頃は自分のやりたいやりたいやりたいの気持ちがすごい多かったんですけれど、やる場所がなくてですね、場所がなかった、はい、最初はできなかったんですけれども、はいはい、もう年月を重ねていくうちに、うん、場所を提供してくださる方がいらっしゃいまして、はい、で、はい、そちらの方でやってるんですけれども、うん、今は最初お部屋に入ってきた時にちょっとこのお母さん疲れてるかなとか、うん、ちょっと表情が乏しいかなって思われるお母さんが、はい、この赤ちゃんに触れて教室終わって帰る時に、うん、今日も楽しかったです、また次の予約も取りますって言って帰ってくださることがとても嬉しく思っています。そりゃそうですよね、そうなんですね。やっぱりこうスキンシップってよく言います、はい、ね、いや、それ本当に大切なんですね、うん、で赤ちゃんの表情も変わる、変わります、お母さんも変わる、はい、いいことずくめですね幸せホルモンも出ます。幸せホルモンバンバンバン、幸せホルモンが何でしたっけ。オキシトシン、はい、はい、ママからも出る、はい、赤ちゃんからはどんなホルモンが出るんですか。赤ちゃんからはどうでしょうね、うん、赤ちゃんからも、ね、幸せホルモンやっぱ出るんでしょうね、出るんでしょうね、ね、そうするとこう言葉の通じなくてもまだ言葉を覚えてなくても、はい、もうその波動っていうの、エネルギーっていうの、はい、ホルモンっていうんですか、うん、そんなんで赤ちゃんと会話ができるんですもんね、はい、赤ちゃんも嬉しいでしょうね。嬉しいと思います。とってもにこやかになったり、あとはもう気持ちよくて、うん、こうまったりしてくると、ね、そのまま寝ちゃう子もいます、これね、脳に働いてる、はい、で体も気持ちいい、はい、そしてもっといいことあるでしょうね、きっとお体の皮膚にとってもいいとか、はい、体にもいいし、はい、脳にもいいし、まあ、脳イコール心って言いますか ね、 そうですね、心の成長も違うんですね、はい、で例えば今振り返ってみて、この子こういうお子さんだったけれども、はい、ベビーマッサージをずっとやっていたらこんな風にお子さん変化したっていうなんか事例とかあります。あ、はい、うん、はい、生後2ヶ月から1歳半まで、はい、毎月教室に通ってくださってたお母さんが、はい、保育園決まったのでもう卒業しますっていう時に、はい、その通っている1年間は、うん、風邪をひかずに元気に過ごすことができましたっておっしゃってました、うん、でここにですね、免疫力を高める、うん、場所があるんです、でここの、はい、うんうんうん、この鎖骨の下のあたり、はいはい、この免疫力を高めるマッサージをすることによってやはり体も元気になっていったんではないかなと思います。 あとは、うん、便秘気味のお子さんですね、うん、はい、綿棒とかでちょっと干潮しないと出ないんですっておっしゃってたお母さんが、うんうん、この小腸大腸を刺激する腸のマッサージがあるんですけれども、はい、それをしたことによってお家に帰ったらもう出ましたって嬉しい報告受けたこともあるので、うん、はい、ねえ、そりゃ違うでしょうね、はい、ね、でそして私アイルベーダーの先生にねお聞きしたことがあるんですけれども、はい、オイルマッサージしてあげるとそうするともう頭からね前進していくと、うん、そうするとそれが結局体内に入ってきて、うん、でデトックスができると、お、はい、うん、でそしてそのデトックスが結局は、まあ、毒素的なものがね、うん、腸の方に入っていって、で腸からそのまたデトックスされてくると、うん、気持ちのデトックス、体のデトックス、
はい、そういうのもできるんですよって言われたんです。やっぱチョロってきっとそういうことあるんですね。ねえ、そうですね。ねえ、すごいですね。はい、あのでもそのベビーマッサージの講師に、はい、私は絶対になるってなんか決めたきっかけってありました？絶対になるとなりたい、なりたいとやるんだ。あのさっきね、はい、ベビーマッサージを自分もやってみたいと習ったことがきっかけって思う、うん、はい、ね、お話ししてくださったんですけれども、はい、やはりこれが私の道みたいに何かね思った。これは私の道、うん、そうですね。やっぱりスキンシップを取ることによって心の安定、うん、お子様のね、はい、情緒の安定につながっていくところが、はい、やっぱりあの保育士をしてたからこそ感じてることを、うん、で入児保育士といえどもあの3歳4歳5歳の幼児クラスにいたらあんまりそこまで気がつかなかったかもしれないんですけれど、はい、0歳児クラス1歳児クラスに10年間もいたことによって、うん、はい、はい、やっぱり心の安定っていうのはあの三つ子の魂百までもっていうことわざがある通りだなと思ったので、これはあのお母さんたちに伝えていきたいなっていうふうに思いました。ライフプロファイリングシートでもそうですもんね、はい、もうすでに生まれる前から持っているそのね深層心理的なところをねあるっていうふうにもうね言われてますけれども、はい、美穂さんが実際にベビーマッサージの講師になって、はい、自分自身変わったなってところあります？自分自身が変わったところ、うん、お母さんたちも変わっていったけど、はい、これをやって自分もこういうふうに変わっていったなとか。自分自身も変わったところは、うん、はい、あのプロファイリングを出した時に、はい、あの私今日も着てますけれど、はい、パワーカラーが黒なんです。黒、同じですね。同じですね。私も黒なんですよ、はい、うん、黒なんですけれども、はい、あの真顔が怖いと言われたことがありまして、あと美穂さんが真顔が怖い、はいはい、やだ傷ついちゃう、あとあのこう何考えてるかわからないって言われたことがありまして、その時はなんかなんでそんなこと言われるんだろうって思ったんですけど、はい、このプロファイリング出してその黒のこう白黒はっきりさせる性格から、はい、あ、そうやって顔にもそういう風に怖いって真顔が怖いって寝ちゃうのかなとか思いまして、もう自分が思ってる以上にこの口角を上げることには気をつけています、うん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 、はい、なのでなんかこうやってる時にあのやっぱり楽しそうだよねって言われることが増えました。素敵、はい、素敵、笑顔大切ですよね。笑顔の力、口角上げてね、実は頬骨も上げないと笑顔にならないだから笑顔は実はあの口角ではなくって頬で作るんですね。だから微笑みっていうって日本語って素晴らしいですよね。もうだ頬骨上げると、はい、ここの頬から唇の口角のところにつながってる筋肉がいっぱい、はい、ここ上げると口角もね連れてってくれるから自然に上がる、自然な笑顔になる。でも素敵ですよ笑顔皆さん。ありがとうございます。え、そんな真顔で怖いって言われたとは思えない。全然思えないですよ。すごいチャーミングで。ありがとうございます。ね、で黒一緒なんですね。ね、そうだったんですか。であのまあそういう自分が自分でこうやっていきながらだんだん変化してきたなって感じてらっしゃるわけなんですけどもね。ベビーマッサージやっぱりやっててよかった。ここがっていうのありますか。あのそうですね、お母さんたちが入ってきた時に暗そうな顔をしていても、うん、はい、帰る時にはあの楽しそうに笑顔が増えている瞬間を見た時。え、それって1回で1回でもあります。来た時と帰る時違います。顔がすごい、はい、あの効果高い、はい、あの助産院でもやってるんですけれど、うん、はい、助産院には実習生の方がいらっしゃって、はい、実習生がいらした時にはベビーマッサージ教室、うん、あの見学してもいいですかっていうふうに言われるんですけれど、どうぞどうぞって、もう何でももうウェルカムで、どうぞどうぞって実習生の方に来てもらうんで、もう見ていただくんですけど、はい、実習生の方もあのお母さん表情変わりましたねって、あ、はい、明らかにもう違うんですね、見た目もね。それって心も中身もいろいろ変わったってことですよね。そうですね、まあ、やはりあの今子育て中の方もお聞きいただいてるかと思うけど、分かっててもできん、分かってるけどやっちゃうとかね、やっぱストレスとかね、いろいろある
ね、そういうお母さんの気持ちもこう変わっていくんですね、うん、きっとね、はい、変わっていくと思います、ね、スキンシップって本当に大切って言いますけど ね、はい、ねそんなあの今ね美穂さんのことを伺ってました。真顔怖い何考えてるかわからないってそれ言われた時どうでした自分言われた時はなんで私そんなこと言われてるんだろうちょっと最初は理解ができなかったです。ね、そうですよね。 そのぐらいに人ってこう誤解されるんですよ。見た目自分はそんなつもりじゃないのに。でもこのライフプロファイリングシートっていうのは結局自分の魂に持って生まれてるプログラミングされたものがこう出てきているわけですからね。最初どうでした自分でシートを見て、えこれが私って。はい、あの黒パワーカラーが黒って聞いた時は、うん、なんで黒って思いました私も同じなんで黒なので、パワーカラーもラッキーカラーも黒美穂さんは？私はラッキーカラーは赤です。あら羨ましい、赤と黒いじゃないですか、はい、赤のブレスつけてます。あ素敵、はい、あ素敵、赤です。光り輝いてる、はい、わ私黒黒ですよ。うん本当に今ね美穂さんのここアップになりましたけど、はい、ほらあ素敵、はい、素敵、パワー感じるね。えでまた自分の中でシートを見てね、はい、えここは自分で合ってるな、ここなんか私じゃないって思ったことありませんか？シートの中で。シートの中では、うん、あの私ナインパーソナルがオサって言うんですけれども、はい、腸、ねはい、ってね、腸と書いてオサ、戦国武将と言われてる、戦国武将と言われて、はい、戦う人です。前線最前線。最初はえ私戦ってるって思ったんですけどそんなつもりないけどなって思っていたんですが、はい、あの自分の正義を振りかざしているいますよって言われた時に、はい、と思ってなんかわかんないんですけどその時自然とこう涙がダーッ出てきたんです。はい、えそんなとこあるかなって思ってたんですけれども、はい、うん、なんかそのはい日常で生活している時にあこれかって思うところがありまして、はい、あまた自分の物差しで測ってしまった、気をつけなきゃって思って気をつけていると、はい、なんかあの普段の生活の中でイライラすることが減りました。なので、うん、はい、もうこう見える化されていると、はい、もう見たらあだよねっていうね、はい、だよねその通りでございますという、はい、うん、はい、出ますよね、まあ、日常生活の中でもいろんな気づきがあったって今言ってくださったんですけど、はい、例えばね差し支えないところでどんなところ。例えばですね、はい、あの私自分の母親の介護をしてるんですけれども、そうなんですね、はい、介護をしている中で、うん、私が良かれと思ってこうやってあげている、はい、母のためを思っているっていう風で、はい、あの接していたんですが、はい、なぜだか全部あの断られなんで笑ってごめんなさい。いやいやいや、断られ、ね、はい、あなたのためを思ってやってあげてるのに、うん、にでやってしまっていました。でそのライフプロファイリングシートの読み解きをしていただいた時に、はい、あの自分の正義を振りかざしているっていうのと自分の物差しで測っていませんかって言われてこう泣いたっていうのはあこのことだと思ったんです。ねえ、はい、自分のことって気づかないのよね。気づかない。もうとにかくあのお相手にいいだろう、はい、いい喜んでもらえるだろうってね、ま、でも結局それ良い悪いではなくって自分がそうしてもらいたいことをしてると思うんですね。ただそのズレですよね、はい、ね、自分の性格のズレ、はい、うん、でお母様のライフプロファイリングシート出してみたらあこれこういうことを望んでるのかもってより分かりやすくなるかもしれません。あそうですね、はい、ね、ですね、はい、でそれが全部裏目に出てたと。頑張ってる、裏目に出てました、ね、ショックね、はい、ショックでしたけれども、うそうだよな私目線だったよなって思いましたすごい大きな気づき、はい、気づきありました、ね、ちょっとしばらく前なんですけれども、まあね、あのこの開発者っていう方がいらっしゃって海藻大学って言ってるんです、はい、
でその奥様が第一週にね出てらっしゃって、はいはい、であのホロスコープとかもねしてらっしゃる甲斐ゆりえ先生という方がいらっしゃるんですけど、この前個別でね、まあ、コンサル受けてて、はい、って私も横で見ながら何の話してるのか、はい、私です、あ、それも私です、すんごい可愛らしい美穂さんが出てね、お母様のこととかご主人のこととか、うん、してましたね。めっちゃ素直になってましたね、はい、あの時ね、はい、もう性質純が出てます純、そうね、純って純粋、純粋の自分の気持ちにものすごく素直なんですよね、うん、特にその中で目から鱗だったとこどんなところですか。目から鱗だったところは、うん、あのその時にいらした皆さんの中には、はい、の純の性質を持った方は私だけだったんですけれど、うん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 、え、みんなそれって思わないのっていうところが言ってました。なんで私だけっていう、そこはねなんかびっくりしました。あ、そんなシーンありましたね、はい、聞かれて、そんな風に思ったことない、そんな風に思わないって、絵がいっぱい飛び交ってます、あっちこっちこっちこっち、はい、うん、皆さんの絵を捕まえてましたけど、ね、そうでしたね、こうお返ししようとかってね、はい、いやもう私いらない、もういいのいいのいいのってやってましたけどね、そのぐらいにお相手目線で、はい、お相手が喜んでくださる、ね、美穂さんの場合だったらお母様、はい、喜んでくださると思って一生懸命していて、母のため母が喜んでくれるだろうが全部自分基準だった、はい、そうでしたね、ありますよ、私でもそのぐらいのシートって本当に素晴らしいところが出てきてね、はい、あの、うん、イライラすることが減ったのがすごく大きいと思います、ね、素晴らしい、生かしてますね、生かしてます、はい、ね、本当に310億分の1っていうのが自分のデータとして出てますからね、もうこの地球上でも今80億人いるかいないかってぐらいにね言われてますが、そのうちで310億分の1あなただけのこのねシートが出ているということで、すごいですよね、それが数値化されて言語化されている、それが自分の魂にプログラミングされているところがこう出ているわけですからね、本当に私も1年間ほっといたんですけどねだから私人のこと言えないんですよでも生かしてみたらあれよあれよあれよっていう感じでね、こう変わっていきました、ね、ぜひ皆さんもあの気になられましたらぜひね、新式の本、新式パートナーズとかね、ライフプロファイリングっていうことで検索していただきますと出てまいりますし、またこのね番組の方にも、はい、ご連絡をメッセージいただけましたらご案内できますので、また皆さんぜひねよろしくお願いいたします、はい、ではですね後半私も声で読み解きもさせていただいておりますので、声でのライフプロファイリングも含めて、はい、もう少しね美穂さんをクイックイックイと深掘っていきたいと思います、はい、ではその前にこちらをご覧いただきましょう、どうぞ。ボイスでプロファイリング、毎月第4週の火曜日は私原がお届けしております。そして今日のゲストはベビーマッサージ講師の園田美穂さんをお迎えしてます。はい、もう前半ねいろいろなお話、ベビーマッサージ講師としてのお話も伺ってきました、はい、その中で開発された方ね、ゆりえ先生って言ってますが、第1週と先ほどお話ししてしまいましたがごめんなさい、第2週でございました。はい、ということでね、後半もう少し
深く深く美穂さんを思っているんですが、皆さんこれ見てください。今ねスタジオに飾ってありまして、前半何が飾ってあるんだろうと思ってくださったと思うんですけど、これね今日美穂さんから私プレゼントしていただいたんですよ。はい、これあの絵文字って言っていいんですか、なんて言うんですか、きらめく和文字です。あ、きらめく和文字のね講師もしてらっしゃるんですよね、はい、でそしてね今日私にはこの漢字が浮かんだ、反射しちゃうね、反射しちゃいますけどね、はい、ちょっと上げてみよう、私の横に、こいいかな、反射してまいりませんか、皆さん見えますか、この文字なんていう文字か。これね私が大好きな字だったの。いや私ね2つ漢字大好きな字があるんですね。この字何かって言いますと凛、はい、凛という字をこんな風に素敵にね、もうスマイルすごい笑顔ですね、凛が笑顔になるとこういう字になるのね。これね額に入れて今日プレゼントしていただいちゃいました。カホにします、美穂さん、ありがとうございます。もう私の中で弥生さんのイメージはもうこの凛とした佇まい、美しい声とこの凛とした佇まいで、もう弥生さんにはこの凛の字がぴったりだなと思って、凛の字と、あとはあのパワーカラーとラッキーカラーが黒とおっしゃってたので、はい、額も黒の、そうなんですよ、はい、額これ黒ですよ、横から後ろね、すごい、もう嬉しくってしょうがない。いやー、ありがとうございます。今日弥生さんに渡した時に、はいはい、この字が一番好きなんですって言われて、はい、私のひらめいた字と一緒だと思ってちょっともう鳥肌が立ってしまいました。そうそう、鳥肌ですよ、もう体中、いやー、なんで私の分かったのとか、つながってましたね、つながってましたね。私もとっても嬉しかったです、ね。で美穂さんってこう趣味でやってらっしゃる、趣味はね講師にもなられたということなんですけど、皆さん見てください、他の作品もありますかって言いましたら見せてください。これ輝くという字ですよね、はい、これがこの字も2つ好きな字っていうと、もう一つがこの彩るっていう彩、この文字も大好き、2つ大好きな字がありまして、なんとここにも入ってる。そしたらどっちにしようかなって迷ったって、はいはい、そうなんです、でしたねえ、ちょっとねお見せしちゃいましょうかね、これね素晴らしい、これ遊ぶっていう、言うっていう字かしら、はい、美しい、はい、美穂さんです。美しい美穂さん、嬉しいねえ、ちょっとお見せしちゃいましょうね、皆さんにね、ありがとうございます、ちょっと見てください、はい、和ですね、はい、和文字なので和です、はい、これは楽しいっていう字かな、はい、ニコニコ笑ってます、笑ってます、笑ってます。これ自分でデザインするんですか。あ、デザインは、はい、うん、あの先生に習った字です。はい、墨で書いてるんですか。そうです、筆ペンです。夢、はい、夢も叶ったてでニコニコ笑ってます。あ、本当だ、夢も叶って、そして花が咲く人生、はい、ね、美穂さん、はい、そしてお花、桜、桜の時期には、ですよね、はい、はい、こうやって、あ、なんか素敵な言葉が書いてある、丸い心で、はい、はい、おかげさま、あら、おかげさまという言葉をね、私があの子供の頃から、まあ子供の頃って言っても高校生ぐらいの時にね、あの知った方でキャバレー界の帝王って言われた方いらっしゃるんですよ、はい、はい、福富、え、今ど忘れちゃったのがね、はい、おかげ、あ、は、ね、何だったかな、その方がおっしゃったのがね、あ、俺が、俺がのが、うん、がだけ漢字、がを捨てて、はいはい、おかげ、おかげのげでいける、げだけがまた下っていうしね、はい、はい、っていう言葉をおっしゃってて、このおかげさまっていう言葉がすごいんだよっていうのをね、ずっと忘れないでいるのに、私その方の書いた福富太郎さんじゃなくて何だったか、あ、ごめんなさい、名前忘れちゃった、ペンペン、うん、ね、あ、いいですね、ずっと一緒、そしてついてるね、うまくいくよ、おお、笑いがいっぱい、遊び心、はい、わあ、すごい、たくさん、素敵ですね、キラキラですよこれ、皆さんにこのキラキラ具合がお届けできているかどうか分かりません。キラキラ大好きです、素晴らしい、今ぐらい、あの、どのぐらいの作品今までに書いたのか覚えてますか。書い
たのはまだ100枚はまだ行ってないんですけれども、はい、あのお友達の誕生日プレゼントとか、あとは、うん、あのベビーマッサージに来てくださってるお母さんたちに、はい、あの子供の名前一文字書いてプレゼントをしたいなと思って始めたんです。おじゃあベビーマッサージにつながってるんですね。つながってます、はい、なるほど素敵。お子さんの名前入れてそのお子さんにプレゼント、はい、もうなんて素敵なんですが、それこそもう美穂先生に学んでよかったと思われるでしょうね。だといいんですけど、もうね早速今日いただいたのでここにね飾らせていただいてるんですね。はい、ということでね後半もね美穂さんのポリポリザクザクと、はいね、深掘っていきたいなってか掘らせていただこう。もう本当にねそのぐらい魅力たっぷりの方なんですよね。じゃあその前に魅力声にも出てまして、はい、はい、私も声からのプロファイリングということもねさせていただいて、もう今日声が伝えてきてくれることがいっぱいあるんですよ。美穂さんはね、はい、とにかくもう私仕事大好きっていうことを声をね声から伝えてきてるんですね、はい、仕事大好きでしょ。好きです。やはり、ね、夢を叶えてやってるので、はい、はい、そうなんです。それをね伝えで私あの自分のメソッドとしても声帯っていう声のボールっていうのをこうサッカーボールとかバレーボールとかドッジボールでも、はい、それからねバスケットボールでもこのビーチボールでもボールこうイメージしていただいて、はい、そして右側と左側と上側と下側、はい、この4等分をしているんですね、はい、でそして妙さんは左側の上あたりが一番よく声帯が動いてるっていうところもあるんですよ。はい、エネルギーいっぱいそこにもね一番エネルギーがねあるんですね。でそういったところから、はい、はい、で、ま、喉ってわけではないんですけど 声のボールって考え、ね、声帯っていうとここにこの喉仏の奥にありますけど声のボールみたいな感じ で声帯と、で声帯ってねその方のそのものが出るんですね。その時のマインドであったりとか、はい、いろんなもの、でも一切ジャッジはないんです、はい、良い悪いは全くのない、はい、うん、ものなんですね。で声帯のどのあたりが一番使えているかなとかね、どのあたりがお休みが多いかなとかね、はい、うん、その時その時でもあるんですけれども、終始今日美穂さんとお会いして、はい、このスタジオに来て、そして放送前までお話をして終始、はい、左側の親あたりが一番よく使えてらっしゃる、はい、でそして声が伝えてきてくれる、はい、私仕事大好きなのずっと死ぬまで仕事をしていきたいの、しかも子供たちに関わっていく、でも子供のことやっていながら実はお母様のことがすんごい気になってらっしゃる。でベビーマッサージやってるからお子さんのことをなんとかお子さんかなと思ったら、いやいやお母様のことものすごく気持ちいい言ってますよね。お母様の味方美穂さん、イエーイ、はい、それをねいっぱい伝えてきてくれてるんですよ。できればもうあの死ぬ直前まで、はい、仕事していきたいと思ってませんか、うん、仕事は好きですね。そのはい、あのライフプロファイリングに出たその、うん、長と書いておさ、はい、おさね、仕事が好きと、はい、みんなのためにもね頑張るという、はい、戦国武将というのキーワードになっていますけれどもね。で戦国武将というと一番先頭に立って、はい、さあ行くぞ、今度はあそこを攻めるぞ、こうするぞってイメージがあると思うんですけど、はい、そこまでではないよね。あ、そこまでではない、うん、そこまでで声からすると、はい、リーダーシップ取りますよ。そして自分の世界作っていきたいし戦略を練ってこういう風にしていくぞ、はい、でも我がままなんだっけ、わがままではなく、はい、我がままのところはあるし、はい、自分の世界観すんごく持ってらっしゃるんですね、はい、そしてこの形だから戦国武将っていうと戦う、はい、争うっていうのがあるんですが、はい、美穂さんの中に争いはないんですよね。よかったです。ないです、ないです、うん、バッサバッサやってなかった方だったんですけど、ね、そう、人を切ってでもとかね勝ち抜いていく、はい、でもそこはね声は伝えてこないんですね。よかったです、うん、ただね戦略、うん、良い意味で戦略を練っていく、はい、もっとお母さんと赤ちゃんが、はい、ね、スキンシップ取れるにはとか、うん、ともども両方とも幸せになるためにはお母さんがもっと幸せを感じてくださると、そして赤ちゃんもね違ってきます、もう通じ合ってますから、はいはい、だからこのお母さんをどういうふうにしてあげるかとか、うん、そっちの方の
こうね戦略を練ってるっていうね、戦略って言うとまた戦いになっちゃうんですけど、そっちにすごく気持ちがいっているっていうのがね、私そうなのですっていうのがね、どんどん声が伝えてきてくれてる、ね、もうまさにその通りです。本当、はい、お母さんの癒しをしたいと思って、はい、あのお母さんが癒されていれば子育ても楽しくなるんじゃないかなっていうふうに私は思っているので、はい、まずはお母さんを笑顔にしてあげること、はい、はい、ということからこちらの和文字アートもそうですけど、はい、先ほどあの冒頭でお話ししたその聴診セラピストっていうのもお母さんを癒してあげたいっていうところから、はい、あの興味を持ったところだったので、素敵です、全部繋がってるんです、すごい素敵、声にも出てたんですね、うん、出てます、びっくりしました、今ちょっとまた鳥肌でドワドワしちゃいましたけれどもよかったです、はいはい、お母さんたちをとにかく笑顔にしたいっていう気持ちはすごくあります、ね、はい、もう愛ある方なんですよ美穂さんね。でそうやってもう皆さんへ愛を愛をとしてるんですけど、じゃあ逆にね、はい、美穂さんご自身自分への愛とかね、自分を満たすためっていうこともあると思うんですが、それ何かこう普段から心がけたり、これだけは外せないとかやってることとか何かありますか？そうですね、これがまたですね、純という性質、わがまま、はい、純ね、わがままは、わがままですね、わがままですね、うんうん、はい、自分の気持ちに正直なの、純粋の純ですか、はい、純粋の順で正直なはずなんですが、はい、自分の気持ちをコントロールするのも苦手っていうところもあるんで、どうしても我慢をしてしまう、我慢に我慢を重ねて、こうプツンと切れた時にバーンとなってしまうのでバーン、はい、それになる前に自分の好きなことをしようと思って、うんうんうん、はい、あのショッピングとかお友達に会うとかも好きなので、はい、そちらの方をしております。なるほど、はい、ショッピングとお友達に会う、はい、ショッピング何を買うのが一番好きですか？あのもう洋服が好きなのでついつい洋服を買ってしまいます。だって今日のお洋服を見てください、すごい素敵、ちょっとここにさりげなく立ってみてください、皆さんお見せしたい、どうですか、ね、アーティストアートのようなお洋服、もう少しスカートちょっと上に、私だけずっと見てる、ほらね、素敵でしょ、ありがとうございます、嬉しい、ごめんなさいね立たせて、いやいやいや、ね、お洋服ファッションセンス素晴らしい、ありがとうございます。今までは、うん、そう褒められた時にとても恥ずかしくて、はい、そんなことないですって言ってしまっていたんですが、うん、はい、こちらのライフプロファイリングシートを出してからは、うんうん、もうちゃんとあの皆さんが言ってくださったことはちゃんとしっかり受け止めると思って、うん、はい、よろしいとか言っちゃったりして、はい、恥ずかしいですけれど褒められた時にはありがとうございます、はい、そうなんですよ、ありがとうございます、ものすごく波動高いエネルギー高い言葉ですから、うん、そしてそしたらとっても毎日楽しくなってきました、あ、素敵です、この素敵ポーズいいじゃないですか、ね、はい、お花が咲いてます、こうチューリップとかお花こうやってやりましたね、ここに自分の顔を入れていく、はい、楽しくなってきます、ね、あ、素敵です ね、 ね、楽しくなった美穂さん、そうすると将来に向かって、はい、今後またこういうことやっていきたいとかねあると思うんですが、これからの展望、はい、どんなところ、はい、そうですね、うん、やっぱり子育てっていうのは毎日あのお母さんとっても大変だと思います、はい、で、あの正解がないんですね、うん、これをしたから OK っていうのはなかなかないと思うんですけれども、はい、その子その子その子で、うん、あの個性があります、で、その子にとってベストを探してあげることも親だからこそできることではないかなと思っています。で、やっぱりあの子育ての中のイライラっていうのは、うん、こう子供をね、こう自分の思い通りに育てたいとかしたいなって思って子供がそうならないとすごくイライラしてもうーんって怒鳴ってしまったりとか時にはあると思うんですけれども、やっぱり子供っていうのは一つの人格、心を持った尊重すべき存在っていうね、ものを持って生まれてきているので、こんな時にはこうするとうまくいくっていうこの取扱説明書、ライフプロファイリングの子育てを世間にも広めて、今しかない乳幼児期、二度と戻らないこの愛おしい時期を心
このね眉間にシワを寄せて怖いままになるんではなくて、うん、特にね縦線ね、はい、これいらないですね、いらないです、ここにもう刻まれないように、うん、ここにね、あの笑顔で楽しく力を抜いて子供と一緒に楽しむ時間をにしてほしいなと思っています、うん、そんなママを増やしていきたいなと思っています。はい、ということはバビーだってベビーマッサージの教室もこう増やしていくとか、ご自身でやっていくには、はい、やっぱり日々の時間ってね24時間ですし、はい、限られていると思うんですけど、一人でも多くのお母さんそしてねお子さんをサポートしていきたいと思うんですけど、はい、なんか考えてます、おさとして戦略練っていくとして。戦略ですか、うん、戦略だから美穂さんみたいなね、はい、私が思うには美穂さんのクローンを作っていくみたいなもうその、うん、もう本当にお母さんとの、うん、お母さんとの出会いは一期一会だと思っているので、はいはい、もう出会ったお母さんを大切にして楽しい教室作りを作っていきたいなと思っています、はい、ね、楽しい教室作りね、はい、また来たいなって思えるような教室作りを心がけています、はい、いや、あの今活動は主にどちらでしてらっしゃるんでしたかしら、はい、今は、福生市の助産院と、はい、青梅市の助産院と、はい、と瑞穂町の保育園と、はい、あとは子育て支援センター3カ所行っています。なるほど、あのこれ全国放送してますので、福生ってどこ、瑞穂ってどこ、名古屋にも瑞穂って、はい、あ、そうなんですね、はい、東京都福生市の森田助産院と東京都青梅市の村木助産院と、はい、はい、全部東京です、はい、東京なんですね、はい、じゃ あの美穂さんのやってらっしゃるそのねクローンを作られたら、もう名古屋にも大阪にも九州にも北海道にも沖縄にもってこうどうですか、広げていく、お全国展開すごいですね。そうですよ、そうなだってオサですよ、オサオサはちまちま戦ってませんあ、はい、ね、日本中をこう飛び回ってね、いろいろこう言ってるわけですから、どうですか、日本中行けたらいいです ね、すごいですね、そうです、だからそこに自分も回るけれども、はい、美穂さんのような方をどんどん増やしていく、それ役目じゃないですか、やっていける人じゃないかなって私思うんですよね。もう私の中ではそこまでの考えはまだ思いついてなかった。せっかくこの番組出ていただいたわけですから、はい、鳥越あずり全国放送ね、はい、ですから皆さん、はい、ぜひですねこの放送を聞いていただきましたら、はい、美穂さん、美穂さんとつながるには、はい、Facebook とかそういうのありますか。あ、はい、検索していただいた、はい、検索していただければ、ね、私も習いに行きたいです、はい、やってみたいですということでね、お問い合わせぜひいただいて、美穂さん第2号をもう日本と言わず外国にも、ね、だって赤ちゃんって同じですよね国のね、ね、国民性そう違っても同じだと思うんです、純粋でピュアで美しくてこれからの将来を担ってくれる、ね、この地球全体にかかってる、わあ、お話大きくなりましたよ、大きくなりましたよなりましたよ、これからの使命、はい、きっとライフプロファイリングシートにもしっかりと、ね、出ていると思いますので、はい、私も応援したいと思います。ありがとうございます。今日はね本当お忙しい中お越しいただいて本当にありがとうございました、もう素敵な素敵なお話を伺いました。はい、ベビーマッサージ講師の園田美穂さん、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんありがとうございます。